はい、おはようございます。塚原農園です。今日はアリン酸液肥、PK 液肥というもの、土壌に灌水をして、追肥をしてます。水を与える灌水も同時にキュウリ栽培は、とても必要なんですけれども、肥料の中でこのアリン酸という液体肥料が、とてもキュウリ栽培には効果的です。今まで、土壌の中で、追肥として流状タイプのものを与えてきたんですけれども、やっぱり今の時期はとても暑いです。高温ですね。下の方、株元が太陽の光で熱せられると根っこが焼けてしまうということで、前回は下の方は葉っぱは茂らせた方が地面の温度が高くならないので高温障害を受けにくいということでご紹介をさせていただきましたが、今回は腰からまた収穫手が届く範囲の目線の高さ、また人の頭の高さまで成長したあたり、このあたりでキュウリを収穫していく中で、途中子どものつる、また孫づる、ひ孫づると、世代でいうと 1,2,3,4,5,6,7,8 世代ぐらいまでいくとつるも結構伸びてきますよね。一つのつるある程度伸びたところでキュウリの実らせて、で鶴の新先を摘心をする。そうするとそこの節の元から切られたところの一つ、戻ったところから新しく芽が出てくるので、そこから世代交代ということでどんどん収穫する数を増やしていくというやり方でやってきましたが、これから8月から9月の間、1年で一番暑い高温期に入ります。ここでキュウリをなり疲れが出てきてしまうんですね。そうなってしまうと花を咲かせても花が落っこってしまったり、キュウリが実らない、また実ってもキュウリが曲がったり、途中でしぼんだようになってしまう、そういうようなことが起きないようにと、今度仕立て方を変えていきます。今年は特別です。特例になります。数十年に一度と言われるほど雨不足、雨が降りません。また梅雨の頃からずっと気温が高いです。ここ数日朝7時頃から、こういう環境の中では、これはビニールハウスですが外で育てるキュウリも同じだと思っていて見ていただければと思います。38度です。朝の7時半でです。でお昼になるともっと気温が上がり、この空間の温度だけでも、もう50度いっちゃうんですね。そうなるとキュウリは下だけではなくて上の方に、つるにあまりにも強い光線と気温で過ごさせると、成長点が遅くなっちゃうんですね。成長の促進が弱くなってしまうというところで、今まで摘心をしてきたものも摘心をしないでこのままぶら下げて下の方に育てていきます。キュウリがなったら収穫する、でそのままでいいです。でまたつるが伸びます。キュウリが実ります。また収穫する。それでちょうどいいです。梅雨の時期まではそれをやってしまうと、あまりにもこのつるの先端が勢いよく伸びるのでジャングル状態になってしまったものですが、ちょうど真夏の時期はそこまで生育力が衰えます。成長を促進する方のバランスと、また花芽を持たせるバランス型と、2通りに植物ってあるんですけれども、その成長のバランスの方が穏やかになりますので、気温が高いですからね。その分花芽がたくさんつかせなくなってしまうとそれ困りますので、これをどんどん伸ばしていく、それで管理をしていく。そうするとキュウリがたくさん取れます。ただしそれをやるにもちょっとしたコツがあるのが、はい、先ほど与えた板、水ですね。灌水をするということ。株元ではないです。キュウリを植え付けをしたマルチの中に水を流し込む株元灌水、灌注ではなく通路灌水、これが一番効果的です。この植え付けをしてある畝の周りを、地面を冷やすと同時に、ここまで成長してくるとキュウリの根はマルチを越してうーんと下の方に伸びているんですね。マルチの中からも伸びている範囲で根はここから水を吸うものですけれども、それ以上にこの通路から水を今必要と吸収します。そのために水を今私はこのように与えてきました。ここは灌水設備がないので、この道具を引っ張っていますが、
給料たくさん作っている方は、この設備の中で換水チューブとかあると思うんですが、とにかくこの通路をたくさん、水を与えて冷やすということ。でもあまり必要以上にやってしまうと、雨が土砂降りによって、この畝が浸かってしまったりすると、根っこが酸欠によって枯れてしまう場合があるので、あまり必要以上に畝を越してしまうほど与えないことですね。これは今後9月の彼岸頃まで、涼しくなる頃まで毎日1回与えていきます。はい、ただしアリン酸液比は1週間に1回もしくは2週間に1回に、これは成長のバランスを見ながら調整をしていきます。水だけはとにかく毎日やってます。はい、ちょっと音が大きくなりますが、こんな感じですね。はい、こんな感じで通路を冷やすということですね。この株元ではないです。こう株元にやってしまうと、ここから病気が、結構今の時期でも湿度が高くなって株元っていうのは乾きにくいので、そのためも考えてこの通路にも与えているということも一つあります。はい、こんな感じで、でこうしていく中で、キュウリは今まで何もしないと、実って実りが、衰えるものですけれども、こうしていくともう本当にキュウリがとにかく、なり抜きます。まず形がいいということ、肩こけ尻太りとか、先細りとかそういうものがないんですね。すごくいいバランスのキュウリが実ります。これがかなり重要ですね。ただ、育てるだけでしたら、ある程度の水を与えたり、普通の粒状の肥料とか、与えればある程度のものは実るものですけれども、やっぱり先が曲がってしまったりとか、くびれたりとか、出荷をする方にとっては商品価値、収品率が低下してしまうということで収入減になってしまう。肥料をせっかく使ったのにコストをかけた割には収入が少ないと、バランスが悪くなってやってる意味がなくなってしまうということで、これちょっと難しいことなんですが、やっているうちにだんだんとキュウリの成長具合が毎日続けていくと目で見てすぐに分かります。キュウリってそれぐらい成長がやっぱり早いので、見て分かるというのがこのキュウリの面白さでもありますね。とにかく今すごく暑いです。私も今朝7時からこういう作業をずっとやってきているんですけども、今ちょうど8時になりましたが、この中はもうそろそろ50度行こうとしています。というところで、もちろん換気はしているんですけども、本格的な暑さが来るまでにしっかりとこの通路を湿らせておくことで、今後10時頃になってから、お昼過ぎの3時4時頃になるともっと暑くなるので、その間にこの表面を乾かすんですね。与えた水が下の方にしっかりと浸透させて、表土だけ、表面の土だけを乾かして5センチ下ぐらいはしっかりと湿らせておくこと、つまり根が広がる根茎、そこを水分をたっぷりと与えておくことによって、高温障害を抑えつつ、与えている肥料などをうまく吸収させるために日中も成長しているので、全く成長しないわけじゃないですからね。そのためにもこのように朝与えるということですね。できれば理想は夕方なんですが、夕方というのはやっぱり日中仕事に追われて他のものを作業しているのはなかなかできないので、朝私は早朝でやるようにしていますが、こういうふうに続けていくとなり疲れせず、とても綺麗なキュウリが収穫できます。今日は下の方だけではなくて、この成長点が、腰から目線、また人の手の、頭ですね、手が届く収穫がこうできる範囲から伸びてくる、こういうつるが必ず横の方にこう垂れてくると思うので、これは手をつけずに、キュウリが実ったら収穫をして摘心はしないで、そのまま自然に育ててみてください。今の季節は梅雨の時期よりも気温が高いので、この細胞が強くなりますので、これもだいぶ下の方にぐーっと下がるわけじゃないんですね。意外とバランスよく丈夫に、自然と、自分たちが育ちやすい環境で成り行きに任せるということで、ある程度彼岸を迎えてくる頃になると、だんだんと気温が下がってくるので、そこになったらちょっと気持ち強剪定みたいな感じで、摘心みたいな感じですね、強めに切り戻してあげたりとか、つるを中の方に入れてしまっておいたりとか、あとは適切な時期になったら葉っぱ自体は老化してきますので、つるの摘心はしませんが、子づる、孫づる、ひ孫づるから最初に生まれた
葉っぱ60日目経った葉っぱなども老化すると光合成能力衰えます。風通しが悪くなってしまうので、ある程度なったところで葉っぱなどはこう 適用ですね。葉っぱも摘むということ。アリン酸液を与えるとすごくこう葉っぱがとにかく大きいです。私の今顔ぐらいの大きさまで葉っぱ一枚一枚があるんですけれども、今の時期は葉っぱがやっぱちっちゃくなりがちですよね。でもアリン酸液はこういう茎と葉っぱを丈夫にするんですね。アリン酸の中で窒素リン酸カリと、今私が使っているものが窒素が1でリン酸が12、カリが、13かなぐらいのものなんですけれども、この肥料は、まあ、今のところ使いやすくやっているんですが、もうちょっと、まあ、窒素は0でもいいぐらいで、カリはそのままでもいい。ただしリン酸だけはこの倍ぐらいあってもいいと思います。例えば20前後ぐらいあると、すごくこの茎葉が大きく茂るので、やっぱり今のなり疲れしやすい時期でも収量が落ちないということで、特に、リン酸の中でアリン酸というものですね、その中で全部 20% ではなくて 5% ぐらいでもアリン酸があると、これキュウリすごくバランスがいいんですね。他の果菜類の中でトマトもすごくキュウリは似てます。ただしピーマンやナスなどはまた別物なので別の肥料になりますが、このキュウリは特に水分を果菜類の中で欲しがりますので、やっぱり株元ではなくてこの通路をたっぷりと湿らせると同時にこのアリン酸をしっかりと今の時期に声切れを起こすことなく効かせると、もうこれは霜が降りる頃まで収穫できるんですね。なので抑制栽培のような形で秋取りキュウリなどを植え付けをするようなことをしなくても収量が同じなんですね。植え替えをしてません。でもこの収量はずっと衰えずに、ゴールデンウィーク頃から始まって7月の上旬のピークの時期からずっと10月下旬頃までこのキュウリは収穫出荷ができています。ということで、今日は私のキュウリの育て方のほんの一例として、今日はアリン酸の液体肥料を株元から少し離れたこの通路の通路灌水ということで、キュウリのなり疲れをさせない方法でご紹介をさせていただきました。ここ数日暑さが続いていますので、涼しい時間帯に作業もすると同時に、このキュウリたちも巻いてしまわないように、夕方かもしくはすごく涼しい朝の早朝に灌水をしてやってみていかがでしょうか。今日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。